シリーン地図 Google マップ g o 池 g o 池鹿島臨海工業地帯の煙突が見える。g o 池は茨城県神栖市にある池である。面積44ヘクタール、平均水深1.9メートル、最大水深3.5メートル。一帯は g o 池緑地公園として整備されており、神栖市民の憩いの場である。また、神栖市役所が公園に隣接している。 かつては現在の7倍もの面積があったが、周辺の工業用地造成のために1969年に埋め立てられた。緑地公園では毎年4月上旬にか、三桜祭り9月中旬には花火大会が開催され、多くの観光客で賑わっている。かつては鯉、フナ、うなぎ、ボラ、エビなどが多数生息し、漁業も活発であったが、現在は ブラックバスやブルーギルなどが多く、これらの趣味的な釣りを楽しむ人は多いものの、事業としての漁業は行われていない。緑地公園として整備されている公園周辺は、ウォーキングコースの他に運動施設等が数多くある。1961年の豪野池を空撮したもの、国土地理院の地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成。豪野池は、 約1400から1200年前に海面が下降して、周辺砂丘の造成や土砂の堆積によって独立してできた、かつて周囲に利余り、面積292兆部余りのお結び型に近い、円形の広大な淡水池であった。戦後の高度経済成長期に、鹿島臨海工業地帯を建設する、国家プロジェクトとして進められた鹿島開発を境に、 郷の池の様相は大きく異なる。そして今の姿は、鹿島開発によって、その大部分が埋め立てられてしまったものである。奈良時代に編纂された、日立国風土記には、郷の池に関する記述が残されており、この当時から鯉や船が住み、人里の田はこの池のあるおかげで潤っていたことが、わかる。江戸から、明治、大正、昭和初期における郷の池では、 濃い船ウナギエビなどの魚類や、ガン、カモなどの水鳥が相当多く取れたほか、モグサ、アシ、カバノなど水生植物が自生していた。それらが人々に自然豊かな恵みとして与えていたばかりでなく、あるいは用水地として、周辺村々の水田の貴重な灌溉用水の水源として必要不可欠なものであった。河野池と利根川の間にある各村々は、 郷の池に取水門を作り用水路を掘って水田に水を引いていたが、古くから水騒動が繰り返されており、1886年の夏、唐津湯による大干ばつで郷の池の水位が低下し、奥の谷村と地出村が、氷川村へ引く用水路を途中せ止めて文字通り、河川に沿水したことがきっかけで、亀の池用水水路妨害事件として事件が起き、 氷川村が2村を訴えた裁判が、その2年後まで続いている。また、1938年7月では、大幸運によって河野池は増水判断して、地層の低い奥の矢村では、水位の低下を図ろうと他の村々に、無断で河野池水門を開いて利根川に排水したために、濁水が溝の口村、石上村、柴崎村、高浜村、木崎村、 田畑村の周辺六村に氾濫し、村民たちが、郷野池水門に殺到し、村民同士の対立する、事件が起こっている。しかしながら、地元の民から、砂丘の中のオアシスと呼ぶように親しまれ、湖岸は、清少と白い砂丘に囲われ、静かな水面には漁をする小舟が浮かぶ、風光明媚な佇まいを見せていたという、現在の郷野池を空撮したの。右の川に見えるものは、 鹿島開発に合わせて掘られた運河である、池の大部分が埋め立てられたことがわかる。国土地理院の地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成。昭和30年代後半より高度経済成長期に入り、1960年に当時の茨城県知事、岩上次郎は、鹿島開発構想試案をまとめ、1962年4月に、 鹿島臨海工業地帯開発組合が、茨城県と鹿島、上ミ羽崎の地元山頂村によって設置されて、鹿島開発がスタートし、鹿島臨海工業地帯の港湾と工業用地として、郷野池の埋め立てが計画された。同年11月には、鹿島臨海工業地帯の核となる鹿島港の寄港式があり、1964年6月、 上須村議会で、鹿島港湾南航路に係かる郷の池の埋め立て計画に同意することが決議された。この頃の郷の池は、工業技術院地質調査所の報告書により、湖岸線の長さ 6.6km、平均水深 0.8m、最大水深 1.82m、湖面面積3.065平方キロメートルあったとされている。百六十七年四月には、 埋め立て工事の起工式が執り行われ、こういう水面面積296万平方メートルのうち45万平方メートルを、遮断緑地を含む農業用水利用調整地として残し、それ以外の豪の池を埋め立てる事業が進められていく。1969年には豪の池を2分する締め切り堤防が築かれ、海岸寄りの池の部分の埋め立てが始められた。 鹿島港を掘り込む際に発生する大量の土砂が、ゴの池の埋め立てに利用されることになり、こうして千年以上の歴史を持つゴの池は、約7分の1を残して埋め立てられ、周辺地域の人々のシンボルであったその姿を変えて、現在の姿となっている。埋め立てられた地域は、現在のカオ島カシマ工場、陸鹿クカシマ工場、JSP カシマ工場、三菱ケミカル、 鹿島事業所の一部などに相当する。池周辺は住民の憩いの場として緑地公園に整備された。豪野池触れ合い橋、ありがとうございます。